中国、李強首相、聞く耳は持つが、日本の経済界トップの要望には答えられない立場。日本の経済界代表団が中国の李強首相と会談。日中経済協会と経団連、日本商工会議所などによる代表団は1月25日、訪問先の北京市内で中国の李強首相と会談した。経済交流の拡大に向けて改正反スパイ法への懸念などを伝えたが、李氏は具体的な改善策を示さなかった。飯田、久しぶりの大規模なミッションですね。三宅、私が北京にいたのは2000年で、20年以上前ですから、当時と比較してもあまり意味がないかもしれませんが、いくつか思うところがあります。まず、中国の要人との会談はつまらないのです。中国側に挨拶して、ご意見を聞きたいと日本側が言うと、中国側の偉い人が壊れた CD プレイヤーのように、一度スイッチが入ると止まらなくなってしまう。それがいつものパターンで、歴史問題も含めて一気に20分以上喋るのですよ。飯田、そんなに喋るのですか。三宅、もう終わるかと思ったらそれでも終わらない。それで時間になってしまい、ありがとうございましたと日本側が帰っていく。これが昔のパターンでした。コロナ禍の前後で力関係が変わった日中の経済関係。三宅、ところが今回は21世紀で、しかも経済界代表団ですから、日本側にも言いたいことはたくさんあるわけです。特にこの数年はコロナ禍の前後で、日中の力関係が変わりつつあるのではないかと思います。日本側は相当文句を言っているのだと思います。反スパイ法の運用を透明化しろ、ビザを早く免除しろ、原発処理水の話にも真面目に対応しろ、などの要望を出している。昔もやっていたのかもしれませんが、私は力関係が変わったなという気がします。聞く耳は持つが、具体的に改善策を実施することはない。三宅、中国側からすると、必ずしもそうはならないとは思いますが、日本の産業界が怒って中国から撤退だという流れになるのが怖いのです。中国経済にとって日本企業の役割は極めて大きいですからね。だから日本側の話は聞くのだけれど、具体的な改善策は言わない。言えるわけがありません。飯田、言えない。三宅、李強さんは習近平さんのナンバー2だけれど、国務院総理は昔の方が権限があったでしょう。今は圧倒的に党が強いですから。日本側が文句を言うようになったこと自体は素晴らしいと思うし、中国がそれに聞く耳を持つのもいいけれど、具体的に改善策が実施されるかというと、なかなかそういう状況にはなりません。でも時代は随分変わりましたね。日中関係がいい方向に動けばいいなと思います。日本からの要求に対して解決策を出す気はない。飯田、ビジネスをやるにしても反スパイ法で拘束される可能性もある。三宅、私でも中国へは行きたくありません。私が捕まるかどうかはわからないけれど、悪いことをしていないから絶対捕まらないという保証はないのだから。法の適用が不透明なので、透明化されるまでは行きたくないと思いますね。飯田、ビザの要望もありましたが、具体的な解決策が出てきたわけではない。三宅、解決策を出す気は全くないと思います。中国では全てが政治であり、習近平さんが決めていますから。昔であれば、国務院という国家機関が強かったですからね。共産党ではなく国家の組織として、日本でいう内閣に相当するものがあり、国務院総理はその長です。本来であれば行政を担う人がそれをやるのだけれど、もはや現在はあまり権限がないですよね。飯田、意思決定が。三宅、李克強前首相の時代に弱くなっていたけれど、
今は圧倒的に党が優位でしょう。飯田、李強さんを執行役員クラスだという人もいます。三宅、それもかわいそうですが、実際には政治が主導権を握る状況がますます強化されていると思います。日本経済界の今回の中国訪問は浅はかでしたね。日本経済界は中国依存から中国撤退を決断すべきでしょう。今回の会談において日本経済界は中国共産党から完全に見下されていますね。日本経済界は中国からの撤退を加速させ、インド、東南アジア諸国等のグローバルサウスに舵を切るべきでしょうね。日本人に理解できないトルコのジレンマ。イランとトルコの大統領が会談、イスラエルのガザへの攻撃を非難。イランのライシ大統領は1月24日、トルコの首都アンカラを訪れ、エルドアン大統領と会談した。二人は会談後に記者会見し、パレスチナ自治区ガザでイスラム原理主義組織ハマスへの攻撃を続けるイスラエルや後ろ盾のアメリカを批判した。三宅、トルコは親日国であり、日本にとってはとってもいい国なのです。ただトルコ全体として考えると、歴史的にはオスマン帝国の末裔ですよね。冷戦時代には北大西洋条約機構 NATO に入って西側諸国の一員を務めた。そしてトルコにとっては欧州連合 EU 加盟が悲願なのです。トルコ人は自分たちはヨーロッパ人だと思っているので、当然 EU に入れると思い何度も交渉してきた。しかし EU は入れないとは言いませんが、入れるとも言わない。その状態がずっと続いていました。欧州に入れず中東にも戻れないが、昔のような影響力を取り戻したいトルコ。三宅、それでエルドアンさんのような人が出てくると、もういい、お前らはキリスト教徒だろ、だから俺たちを入れないのだ、となるわけです。しかしそれでは中東で彼らがリーダーシップを発揮できるかというと、過去にやりたい放題やったからトルコに対する恨みがないわけでもなく、これもまた微妙なのです。つまりヨーロッパにも入れないし中東にも戻れない、でも能力のある国民であり戦略的にも重要な地位を占めている国。そしてエルドアンさんのような強力な大統領が出てきて長年やっているわけでしょ。そろそろトルコの影響力を昔のようにしたいと考えるのは当然なのです。飯田、なるほど。三宅、ところが EU には入れない、だったら今までのように西側にべったりではなく中東の中で全方位外交的なものを行う必要があります。イランやロシアとも付き合わなければならない。ウクライナ戦争が起こればロシアとの仲介をしてみたり、シリアにも手を出してみたり、いろいろやって影響力の維持拡大を考えているのだと思います。今回もそのトルコのジレンマ外交を象徴するような動きです。バランスをとって相対的にトルコの地位を上げようとするエルドアン大統領。三宅、やはり今回イランはハマスの後ろにいてアメリカとイスラエルに喧嘩を売っているわけです。本来なら、つまりトルコが西側の国であれば、少しイランをいさめるような形になるけれど、そうではない。バランスをうまくとって、相対的にトルコの地位を上げようとしているのだと思います。したたかに動いている印象ですね。飯田、そうですね。三宅、トルコはイスラムの国ですから、当然イスラエルには厳しい。アメリカに対しても言いたいことは言います。それでいてトルコがイランとべったりかと言ったら必ずしもそうではない。そういう意味ではエルドアンさんらしいし、頑張っているなという感じですね。中東を見たときに大事なのはノンアラブを抑えること。飯田、トルコとしては
中東全体の地域大国を目指しているのでしょうか。三宅、今はまさにそうですよね。私はアラビア語が専門でしたが、中東を見るときに大事な国というのは、もちろんアラブも大事ですが、ノンアラブが大事なのです。つまりユダヤ、すなわちイスラエル、トルコ、ペルシャ、すなわちイランの3つです。どうしてもイラン、トルコ、イスラエルは抑えなければならない国なので、引き続きトルコの動きに注目すべきですが、日本ではあまり注目を浴びていない。友好国だということもありますが、そういう彼らのジレンマを理解してあげられたらと思っています。